で切れるんかな、なんで切れるんかな、すいません、ごめんなさい、どうして切れるんでしょう、これ混み合うんでしょうかね、申し訳ないです、大丈夫ですか皆さん、すいません、なんかね勝手に切れてしまうんです、電波あるんですけどね、はい、妨害電波でしょうか、あ、すいません、おつるさん来ていただきました、すいません、申し訳ないです、はい、申し訳ないです、切れてしまいました、切れたら人数が増えました、はいごめんなさい、どうしてかね切れてしまう、すいません、混み合ってるのかもしれないです、電波十分あるんですが、はい、でも切れたらちょっと増えました、はい、聞いていただいている方が、はい、すいません、野村先生戻ってきてください、お願いします、すいません、コラボが切れてます、ごめんなさい、そうですね、野村先生戻ってくるまでに、なんか水野さんからリクエストがあったので、はい、ブルーリボンバッチつけてますかっていうアンケートをやりたいと思います、はい、今聞いていただいている方106名の方、アンケートよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ブルーバッチつけましょう、はい、ますか、神奈川県の黒岩知事はブルーバッチをつけてますけれども、はい、朝鮮学校に補助金を出しております、何のためにつけてるんだって感じですね、はい、ブルーリボンバッチつけてる方ははいでよろしくお願いします、はい、108名の方、できるだけたくさんの方アンケート参加お願いします、あ、はいが半分以下とちょっと残念な結果になりました、皆さんぜひですね、あ、ブルーリボンバッチどこでもらえる、そんなちょっと質問ありましたね、ブルーリボンバッチ救う会でも、はい、ブルーリボンの会でも購入というか寄付って形になるんですが、はい、2個以上だと送料無料で送っていただけますので、ぜひ手に入れてください、よろしくお願いします、もちろんそうです、1個500円なのですが、手作りでも全然構いません、はい、そうですね、集会なんかでも直接ブルーリボンバッジの購入はできますが、はい、そうです、3、4個持ってて、私はね、はい、私も3、4個持ってるんです、はい、あれ、野村先生どこに行ったんですか、独自配信になってる、あ、野村先生すいません、あれ1回ですね、野村先生どこ行った1回全部もうなんて言うんですか、空にしていただいて、あ、今来ていただきました、はい、あ、よかった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 、すいません、今でもなんか人数増えたんです、よかったですはい、野村先生すいません、ごめんなさい、帰ってきた、聞こえます、帰ってきましたね、はい、今ね、はい、お帰りなさい、ありがとうございます、今、はい、人数増えました、はい、3桁に、はい、ありがたいことに、先生戻ってこられる前にちょっと、はい、ブルーリボンバッジもつけてますかっていうアンケート取ったら、残念ながら半数以下でした、そうですか、46% しかつけてらっしゃらない、うん、ぜひよかったらですね、つけることが目的ではなくて、つけることによってやっぱり啓発をどんどんするっていう意味合いですから、まあそのバッジ何って聞いてもらうのが、はい、一番いいことですからね、はい、そうですね、はい、そうです、うん、別にそうなんですよ、石膏さん書かれているカバンにつけてもいいんです、コートでもいいですし、どこかにつけていただくといい啓蒙啓発になりますし、つけてらっしゃる方の意識も変わります、確かに、はい、車にどんどんつけたいですね、あ、そうなんです、最近ね車にマグネットシートを 100円均一で買って、うん、ステッカーのようにしてつけられる方も、はい、クリップタイプ、クリップタイプはですね、どこでしたっけ、特定失踪者の会でした、確か、はい、1000円だったと思います、はい、なんか100円でネクタイピンにつけるような方もいますね、はい、はい、ここで購入できますと、玲子さんとか何名かの方が行かれてますぜひ手に入れてくださいね、で今年まだ1月だし、どうですか、ブルーリボンバッジをもう常時つけるという
そういうところからでも始めてみてください。よろしくお願いいたします。だからあれだ、車にブルーリボンのマグネットつけてます。うん、子供さんが結構聞いたりするんですよ、車の後ろ貼ってるとね、ねえねえパパママって、はいはい、うん、あのリボン青いの何、うん、ってお父さんお母さんに聞くんですね。あ、なるほど。お父さんお母さんも答えれないとね、やっぱ恥ずかしいから、それなりにやっぱり恥ずかしいですよ本当に。うん、うん、そうですよ本当に。たくさん情報コメント欄に来てますね。はい、ぜひまだ手に入れていらっしゃらないとか、つけていらっしゃらない方、うん、持っててもつけてない方、つけてください。よろしくお願いします。うん、もうそこからでも変わりましょう。はい、うん、だからそうです、蝶結びタイプなんてあるんですよ、可愛いんです。よかったらバレンタインとかプレゼントとかどうでしょう、自分が持ってる方も。はい、お父様お母様にとか、はい、プレゼントされてはどうでしょうか。うん、ブルーリボンバッジつけてねって、安倍総理もつけてるよとか。そうや、裁判の時に、はい、私の裁判の時に、日教祖との裁判の時に、はい、高松に一人で行ってたんですけど、まあ、傍聴席は日教祖と、うん、日教祖と北朝鮮勢力と社民党とか新社会党とか、もう全員びっしりだったんですよ。で、相手がそうだから、まあ、警備の警察官とかもいっぱいいてるんですけど、私はもう孤立無援だったんですけど、一人だけブルーリボンをつけて私の顔をじっと見てくださる方がいらっしゃったんですよ。ちょっと思い出して涙が出そうになりました。仲間だっていう、同じ思いだっていうことで、ブルーリボンをつけて一人その危険な中に来てくださってたんですよね。あ、どなたかが分からなくて、いまだに。はい、今聞いてらっしゃったらお礼を言いたいです。高松の方。そうなんですね。じゃあ、おつるさんの多分応援だったと思います、それは。うん。うん。応援ですっていう意思だったんでしょうね、きっとね。はい、そうですね、うん、すごく危険だったと思いますよ、そこに。本当に朝鮮総連とか、そういう人たちばっかりの中に一人だけいらっしゃったんでね、はい、年配のすごく紳士の方だったんです。なるほど。じゃあもうズルさんの裁判を応援しに行くときに、医師としてね、はい、ブルーリボンバッチつけられて。でも、おかしな話なんですよ、これね、やっぱり。うん、心ある人なんかで、例えば北朝鮮の、帰国事業とか、ことも後悔された方もいらっしゃると思うんですね。うん、日教祖とか元共産党員とかで心を改められた方もいらっしゃるでしょうし、そうです、おつるさん、おつるさん、はい、おつるさん、はい、はい、タイムラグがあるんでちょっとすいません。あ、すいません、はい、ぜひ聞きたいことがあります。私、おつるさんのブログをポンと貼って、はい、おつるさんがね、日教祖の先生から聞きましたと、はい、覚えてらっしゃいますか。あれはすごいです。リツイートが250ぐらいはいったんですかね。うん、まあ少ないんですけど、でも反響はあったんです。これほんまかと。ほんまやったら国会で質問したかぐらいの話は。豊中の先生なんです。その話聞いていいですか。お名前出さなくても全然構わないんで。そうなんです。はい、名前は私も、まあ、川西市で拉致外線をしている時ですけれども、もう今で65歳ぐらい、はい、うん、70前ぐらいかな。もう定年されて、おじちゃんが、はい、前を通りかかって、で、はい、私の、誰にも言ってないことだけど聞いてほしいっておっしゃって、で、はい、その方が豊中市の学校の先生だったんですよ。で、日教祖のもともとは、まあ、学校の豊中市、大阪府豊中市ですね。それは、まあ、小学校、まあ、公立小中の中学ぐらいじゃないですかね。なるほど、はい、うん、で、その、まあ、豊中市は日教祖 100% なんでね、今もね。
すごいんですよ。はい、最強の都市なんです。まあ、橋本さんはそれを潰しに頑張ってるわけですけれども、その豊中市で、教員をしてて、まあ、その方も 100% だからもちろん何も知らずに日教組に入って活動家として頑張ってはったんですよ。あの、若い頃は。で、結構、まあ、初期長までは言ってないかわからないですけど、日教組の中では名の売れた、しっかりした方だったんですね。で、その方が、はいはい、旅行というか、日本海側の旅行に、はい、行ってほしい、出張かな、そういったことを、その二教僧の中で誘われて、で、その、行っていたら自分がそこで拉致をされてただろうっていう、そのもう設定が異常だったらしくて、なぜ日本海に行かなければならないのかわかんないですけど、で、その時に、すごく、その自分が日教組、北朝鮮に賛美する日教組に、辛抱して、頑張っていたので、認められたんだろうと思っていて、で、もしその旅行に行っていたら、拉致されていたっていう状況だったんですけども、奥様が反対されたことで、かろうじて助かった。で、今はもう退職されて、いろいろな情報を知って、当時はパソコンなんかなかったですからね、いろいろな情報を知って、あの時の状況は、まあ、もし行ってたら拉致されていただろうっていう状況だったっておっしゃっていて、そのことをだから日教組と朝鮮総連、北朝鮮のすごくつながりがあるんだよっていうことを教えてくださったんですけれども、まあ、自分もその中にいたけど、私はもういろいろ後から分かってきたってことですね。はい、はい、そうですね。で、まあ、曽我ひとみさんの、拉致にも、学校の先生が関わってたっていうのはありましたけれども、そもそも淀号とか赤軍派とか、過激派、まあ、立命館大学から何人も拉致されてるのは立命館の先生が関わってるし、そもそも学校の先生が関わってるっていうのがやっぱり明らかですし、いまだにチュチェ思想教職員組合っていうのが出てありますからね、日教組の中には絶対につながっているんですね。で、私は国交正常化、平壌、ね、超平壌宣言なんてとんでもなくって、北朝鮮っていうのは ISと同じようなテロリストが 国で作ったと思ってるんですよ。だから IS と対話なんてできないですよね。で、IS と交渉なんて無理ですよね。で、お金あげるからって IS にお金あげたらダメですよ。テロリストと交渉はありえないと、これも国際常識ですね。そう、テロリストですよ。それを認識、全国民が、私は決して北朝鮮の国民とか、北朝鮮を憎むっていうことじゃないですけども、やってることはテロリスト、はいはい、国連も、世界的な非人道的国家と言ってますし、テロリストなんですよね。はいはい、そこを国民が全員知って、テロリストなんだから、どうすればいいかっていう考え方にならなければ、まあ、平壌宣言の破棄当たり前ですし、国交正常なんてありえないですね。IS と国交正常なんかありえないじゃないですか。その意識を持たないといけなくて、で、横田めぐみさんのお母さんが、おっしゃってたことが、この間も新聞に書いてあったんですけど、北朝鮮を賛美するような人たち、北朝鮮に利するような人たちが日本国内にいて、その方々が拉致の問題 の解決を止めている、これを何とかしてほしいとおっしゃってたんですよね。で、まさにその通りで、北朝鮮を賛美する IS みたいな北朝鮮を賛美したり、
仲良くしようよとか対話をしようよとか、韓国より北朝鮮とはマシだとかありえないですよ。そんなことを言う人とか、もうマスコミは北朝鮮のことをほったらかして韓国が韓国がって言ってますけど、いや IS みたいなところに800人も拉致されてるんですよっていうことをもっとみんなが認識して、で北朝鮮を賛美する勢力って誰かということを考えて、そこの資金源を断つことですね。パチンコしかり、日教組しかり、政教コープで買い物をするのをやめよう、全労災に入るのをやめよう、大学政教を利用するのをやめよう、で、もうその市民派って言われる人たち、もう全て全部拉致犯罪加担者なんですよ。その人たちがノーノーとしている日本っていうのが、一番日本人がそれに気づかないところがもう完全に工作されているので、本当にそこをしっかりと国民が認識して、その工作に乗らないようにするために、私たちはツイキャス、皆さんもやってるツイキャスとか、私たちもブログとかツイッターとかで、ね、どんどん発信していかないといけないと思うんですよね。そうですね、本当に北朝鮮を賛美するっていうのは、だから宝塚市長ですよ。宝塚市長なんて拉致犯罪加担者じゃないですか。そんな人が市長になってるっていうことがもう日本狂ってるんですよね。どういった格好チルドレンですか。そうですよ、政教、皆さんご存知ですか、分かってますか。政教は共産党系ですよ。よく教室なんかやってるのは新日本婦人の会って言いまして、共産党の婦人部みたいなものがやってたりするわけです。私ももうコープさんで買い物とかは全然してません。コープさんなんてね、関西人なんかはよくさんなんかつけて普通に主婦の人買い物されてますが、はい、そういうところちゃんと見てくださいね。はい、まだまだまだ、ね、で、政教も種類によって社民党系とかもあるんですよね。あ、なるほど、はい、社民党系であったり共産党系であったり、山本太郎がね、コマーシャルしてるでしょ、組合は、そうですね、はい、山本太郎とかがもういる時点でおかしいですよね。それを許してる日本で、はい、沖縄で天皇陛下に火炎瓶を投げつけた人が市会議員ですか、してるんですよ、ね、いますね、沖縄でね。それを許してる日本がもう、はい、もうおかしいですね、本当に狂ってますね。でマスコミにだからそういうふうに洗脳されてしまっている私たちが変わらない限り、拉致被害者は変わらないし、はい、自衛隊を侮辱する勢力で、はい、北朝鮮と仲良くしようとか韓国のことばっかり言ってる勢力、はい、を利する活動をやめよう。もう、はい、拉致被害者がいる限り一番の敵国ですよ、北朝鮮は、はい、自衛隊も仮想敵国として赤い旗との国と戦うっていうのは、北朝鮮、中国を敵国としてるだと思うんですよ。野村先生に後で聞きたいですけど、はい、その敵国と仲良くしようとか対話をしようはダメだと思うんです。はい、ボタンちゃんさんという人のコメント開いたいと思います。おつるさんの声がよく通っていて娘も聞いています。全労災政教のことありがとうございます。はい、知らないこと多すぎです、もう本当に。だって拉致、ね、拉致犯罪者、はい、と仲良くしたらダメですよね。そうです。はい。あ、県の共済はね、ちょっと仲良くしたり、はい、そうそう。で、親しくしたり仲良くしたり、受け入れよう、差別をやめようって、まあ、差別はしたらダメだけど、差別じゃないんですよね。その北朝鮮の体制が崩壊したら国民も助かるんですし、在日の人も差別されるって言ってますけど、そこは差別じゃないんですよね。で、この体制が続けば今の子供たち、小中高生、はい、子供たちとかもまだ拉致をされる可能性があるんですよ、きっと。はい、拉致被害者が高齢化してきてにも教育をしないといけないし、もっと、ね、はい、はい、
ためにも教育をしないといけない、国民は強気に出ないといけないし、政治家の話が出てましたけども、もう政治家にもう20年も解決できない政治家には頼れないです。野村先生は別ですよ。いやいや私たちが動かなきゃ。だから結局そのそうなんです、拉致問題解決望むことは国民一人一人なのでね、うん、だからやはりそこは別途日本人だけを救うことじゃないんです。で、そうなんですよ、うん、うん、だからその差別ではないのです。あくまでやってはいかんことをやってはいかんと言ってるだけのことなんでね、はい、うん、そうですそうです。だから、うん、あの、うん、まあ区別、そう区別ですね。だからあのやっていいことと悪いことがあって、やっていかんことに対してやってはいかんということを言って、で誰がどこでいつ何をどういう悪いことしたんかっていうことを言ってるだけのことなので、でそれに対して復元しなさいと言ってるわけですよ。だから、はいはい、あのそれを結局国家間でやる場合はやっぱり国会議員がするしかないのです。でも選んでるのは私たちだという認識をしっかり持たないからなんです。だから私たちが随分その知らないこと多いんですが、身近におるわけですよ。そういう人たちが紛れ込んでるわけですね、この国民の中に。だから、企業であったりとか団体であったりとか、そういったところ。りそな銀行もダメですよ。りそな銀行もダメですよ。皆さん聞こえましたか。リスナー銀行北朝鮮に加担してましたよ。だからそういった企業に私たちが反対をするっていうことが大切だと思うんですね。だから本当にあの知らないところに潜り込んでます。で、要はお金を要は入れてるわけです。だから協力するということはそういうことですから、お金や物資、うんうん、そういったものを送ってるということですから。今ね、おつるさんと野村先生の、 あの声が届いてますね。拉致問題って意外と身近な問題だったんですね、怖いですと。そうですよ、はい、あの皆さんしっかりあの認識してくださいね。だからあなたのお子様とかあの拉致される可能性があるんです。今もまだ終わってないこの問題はこれからも続きます。あのそれだけスパイは本当にたくさん日本にいますから。であのスパイまで行かなくてもそうやって加担してるのも同じことです、うん。りそな銀行が北朝鮮がという話じゃなくて、りそな銀行が要は お金の要は脈を作ってるっていう話。マネローンですよね、うん、はい、そうそう、マネのロンダリングですね。だから、はい、あのうん、そういったところに対するやっぱり、国民としてはあの、うん、まあ、逆に言ったらその人たちが儲かるようにはしないという姿勢も大事だということですね、うんうん、そうですね、はい、そう、それとあの反差別カウンターですね、今よく出てきてる芝木隊とか、あの反基地活動ですね、反安保、反安倍、反集団的自衛権、みんな北朝鮮系列なんですよ。あのパククネ反対ろうそくデモの何十万人もあれ全員北朝鮮勢力ですよ。あのそこに私たちは あいつらは北朝鮮敵がやってるんだっていう、あの冷めた目を見て、人権とか平和とか反差別って言ってるけれども、あいつらにあの一切加担することはあのしないっていう、あいつらを利することをしないっていう意識が必要だと思いますね。はい、そうですね、うん、あの知るともうあの知らないとは大違い。もう北朝鮮の国民じゃないけど日本人もあの今今日ここで知った方はですね、知っただけじゃなくてそれを今野村先生がおっしゃったように増やして伝えていただきたい、うん、あの3人でも5人でもできます。あの伝えてくださいね、伝えてこの拉致問題がこの日本になぜ起きたか、なぜ今でもこうやって取り戻せてないか。横田早紀江さんがおっしゃっているようにあの北朝鮮に今加担、結局加担している方がいるんです。拉致問題が片付かない方がいい、あのそういう人がいるんです。しっかりあの自分があの当事者になってこの国の責任者としてこれからもこういうことが続かないように北朝鮮の国民も幸せになるように
許してはいけないです。おかしいなことをこのままおかしいって言わないままでは何も変われません。よろしくお願いします。はい、ちょっとタイムラグあるんですかね。すいません、すいません、今ちょっと延長してしまってますが、はい、先生まだ大丈夫ですか。はい、私はいいですけど。タイムラグ、タイムラグありますね。ごめんなさい、申し訳ないです。はい、あんまりひどかったら、どうしましょう。一回聞きりましょうか。いいですか、このままでも。ごめんなさいね。なんか自分の声がだいぶ遅れて聞こえてしまうので、すいません。なんか、衛星放送になってます、ね、ちょっと時々メモリー。あ、大丈夫。はい、大丈夫ですか。はい、どうしましょう。今まだでも110名の方聞いていただいてるから。あと皆さんにお願いなんですけど、はい、皆さんにお願いしたいんですけど、はい、特定失踪者調査会、はい、特定失踪者問題調査会の潮風の放送ですね、はい、北朝鮮へラジオ中継をずっと続けておられるんです。はい、小池百合子さんも、小池百合子都知事も出られたし、常に北朝鮮のラジオで、拉致被害者の、ところに届いてるっていうことなんです。で、ずっと続けておられるんです。で、だけど資金的にちょっと大変なことになって、なかなか配信が続けられないかもしれないけれども、これをと続けることは大切なので、もし、余裕のある方は、特定失踪者、言えない、特定失踪者問題調査会、荒木和弘先生ところですね、にご支援をお願いしたいなと私は思います。これは大切な大切な活動だと思います。はい、松井知事も放送に参加されています。はい、そうですね、確か、ここに今コメント書いていただいてます、吉田さん、吉田直也さんとか、池田雅樹さんも参加したとおっしゃってましたね。はい、そうなんです。ね、中波が莫大なお金がかかるので、なんか2ヶ月で中止になるようですね。短波だけにまた戻ってしまうようです。これもうちょっと国が予算として出せないですかね。もちろん皆さんからの寄付も大事ですけど、と思ったりするんですが、せめてそれぐらいと、なんかね、中波は、ね、2時間15万とかってもうなんか結構な金額がかかるっていうふうに荒木和弘先生が書かれてましたね、フェイスブックで。すいません、野村先生。はい、はい、何かまた別のお話ありましたら、はい、はい、実は私は自衛隊の中で、公私無線通信士をしてたんです。で、通信整備陸曹というのが職務だったんですけど、はい、要は、高い周波数というのは直進性があって、低い周波数というのは、まあ、要は融通が効くわけですね。で、はい、例えば周波数帯をその高い周波数ではなくて、高いというのは、金額がその設備としてね、電波を出すことに金額が張るものではなくて、周波数とかの帯域を変えることによって、波長というのは2分の1波長、4分の1波長、8分の1波長とかやって切ることで、その同じ周波数に倍とか4倍とか8倍の要は電波で受信することが可能なんですよ。だから増幅で切るってことですか。技術的な話ですけど、だからでも、向こうで例えばそれを立てたりとかはできないですよね。だから見つかってしまうから、ね、向こうの受信機には合うものをしてやらないかんわけですよね。なるほど。極めてアナログやと思うんですよ、はい、むしろデジタルではないと思うんですね。
うん、そうですね、うん、だから向こうの受信機で受信できるいくつかの方法をその、はい、中波というところで試すんじゃなくて、短波であったりとか短波のままで、うん、短波のままで、はい、例えば周波数帯域を倍に上げるとか逆に言ったら2分の1に絞るとかっていう方法でできないのかなっていうふうには思います。ちょっとやってみたことがその周波数帯でやってないのでわからないんだけれど、周波数もしちょっと後で調べておきますわ、はい、だからね先生、はい、うん、北京から23万とかで北朝鮮に行けるツアーとかあるんですよ普通に、はいはいはい、北京経由で、ね、うん、もうはい、もう外務省行ってこいと思うんですけどね、まあ、そうですね、正直、うん、ねえお金出せば行けるんですよ全然、うんうん、まあ、やっぱりそういうもの持ち込んだら危険でしょうが、うん、もうそんなこと言ってる場合じゃないだろうとか思うんですけどね、うんうん、だから国家として行けばいいのですよ、うん、国家の代表としてね、はっきり言うとね、特定失踪者問題調査会にも国が支援すればいいのにね。そうですね、ねえ本当に再来週に特定失踪者調査会 の、 専務理事 の、 村尾さん出ていただきます、ツイキャスに、はい、配信一緒にしていただけるんですが、その方ともそういう話もしてみたいと思います、はい、今ね、うん、特定失踪者問題調査会の、URL を送ろうと思ったらこれダメね。あ、いや、出てます出てます、先生、ドット、THML が必要なんですよ。で文字数がね足らなくて足りなかった。あ、大丈夫だと思います、うん、誰か出してくださると思います、はい、うん、すいません、特定失踪者調査会のホームページですか。はいはい、あ、すいません、誰かよかったら貼ってください。あ、初見の方ありがとうございます、もう本当に嬉しいです、はい、ぜひ聞いていってください。拉致問題の話させていただいてます、はい、今日からあなたも拉致問題、はい、お仲間です、救出に向かって頑張っていくお仲間になってくださいね、はい、拉致問題のことを皆さん一生懸命こう訴えるのに署名活動とか、まあ、おつるさん、野村先生、駅前でも呼びかけされてますが、時々官邸メールもあるんですが、野村先生、官邸メールはどう思われますか。どう思われるという質問のあれがちょっと意図的にはあれなんですが、まあ、無意味とは思いませんが、うん、まあ、官邸メールってたくさん来るじゃないですか、はい、だ全てを見てるわけではないですよね、はい、そうなんです、担当の方が何名かも決まってるってことで、うん、はい、それと野村先生ご存知かどうか、知ってますか、今ここに来られてる方だったら知ってるかな、余命3年っていう有名なブログがあるんです。で、そちらの余命3年のミラーサイトにですね、官邸メールをどんどんやろうっていう、もう簡単に番号で選んだら官邸メールができるようなサイトができてしまって、もう官邸メールは今ちょっと爆発状態になってるそうなんですね。サーバー落ちちゃうでしょうね、多分いっぱいになっちゃってね。ね、そうなんですね。だから他に内閣官房とかもあるんですね、メールは。あと、うん、特定、すみません、間違えました、拉致対策本部もありますね、うん、だから分散するのもいいと思います。で、それとか、まあ、野村先生がおっしゃったような直接国会議員の方の SNS にぶつけるとか、うん、はい、その方が自分たちの選ぶ国会議員は、ね、振り分けできると思いますよ。そうですよね。で、はい、選挙区民のものですとかね、書かれたりとか、はいはい、全国の人だったらもう全国が選挙民ですし、はい、はい、私もその方がいいような気がしますね、うん、候補に対しての一票を持ってるわけですから、はい、うん、そうです、はい、うん、その人がその方にもの、その候補者にものを言った方がダイレクトかなと思いますけど、はい、
はい、そうですよね、うん、つまり頑張るポイントを間違えると空回りしてしんどいだけですので、要領をやっぱり得てするということが非常に大事かなと思いますけどね。そうですね、うん、ちょっと名前出していいかどうかわからないけど、うん、これはもう実際にちょっと私が、うん、まあ、小坪慎也さんから、うんうんうん、もう今関連メールはもう正直、うん、大量に来るようになってからは、その前は本当に意義があったんだけど、うん、今はちょっと処理しきれなくなっているということはちょっと聞いてしまったので、うん、はい、なんていうのかな、すべてのじゃあ国民が、まあ、今1億3000切っているんですが、この人たちがじゃあ自分、はい、まあ、そこにはまあ有権者でない若い世代もいるからあれかな、まあ、仮に半分の人がね、はい、自分たちの思い思いのことを全て中央に上げてしまったらどうなるかっていう話ですよ。だから文言のやっぱり仕事のその役割分担ということを考えたときに、確かに、はいはい、仕事的には国の仕事なんだけれど、拉致被害者の問題解決っていうのは、でも各地方からやっぱりその国の祭りごとを治める代表者がやっぱり国会議員になるので、やっぱり、はい、そこに対してのアプローチっていうのがやっぱり有効なのかなって思います。全部が全部総理大臣だとか、はい、全部が全部、官房がですね、うんうん、こなせるわけはないわけですからね。だからそこはやっぱり、はい、一つ皆さんにやってほしいことがあるんですが、うん、はい、どうぞどうぞ、はい、一つ皆さんに、まあ、小さなことですけれども、はい、家族会の方もおっしゃってるんですけど、拉致教育の重要性が必要だなんですよね。子どもたち、子どもたちが知ることによってその保護者さんも関心を持つし、拉致教育は文部科学省がもうするように言って、通達を出しているので、まあ、めぐみさんのビデオも全学校、全幼稚園、小中高全部に送ってるんですよね。で、ただその現場の先生は、心ある先生もどうやってその授業に展開していいかがわからないし、忙しいしで放置されてると思うので、指導案っていうのがもうできてるんですね。兵庫県とか熊本県がやってるんですけど、その指導案があるので、はい、その指導案と、はい、拉致問題の教育をやってほしいということで、お近くの学校とか、まあ、その住んでらっしゃるところの教育委員会にファックスだったら気軽だと思うので、ファックスとか、まあ、電話でもいいですけども、拉致問題の教育をぜひしてほしいということで、その指導案を送ってやってほしい。で、やったかどうか後で聞きますからねっていうことで送ってもらうと、やらざるを得なくなるので、なるほど、それをやってほしいなと思います、うん、そしたら全国の学校で教育が展開されると、次世代の子どもたちにも拉致問題っていうのが伝わっていくと思います。それ一つですね、はい、で鑑定とかにハガキとかも、はい、もう皆さん一人一人がほんの少しでも何かできることをしてくださったらいいと思うんですよ、思いついたことを。はい、はいはい、なんかすいません、なんか急に人数が減ったと思ったら、なんか入れなかった人がいらっしゃるようで、すいません、申し訳ないです。この放送、今日の放送も、そうですね、今ちょうど、お伝えしますが、私 YouTube の方にチャンネル持ってまして、今までの配信、前に鶴さんに出ていただいた時の分も全部 YouTube アップしてます。で、 YouTube アップしたものはこうやってコメントは見れないんですが、お話はそのまま聞けますので、よかったら、YouTube でもう一度聞いてください。すいません、チャンネル名が、SHELLY のシェリーの日光文です。すいません、シェリーになってます。私のツイッターの、ヘッダーにも貼ってます。書いた方がいいですかね。
更新できなかったコメントがありますと何度か出ますね。すいません、よかったら YouTube もチャンネル登録をしていただくと更新があるとお知らせが来ますので、よかったら過去の配信を聞かれてない方とか、おつるさん結構、はい、重要なお話もしてくださっているので、今日も重要なお話というか他にないようなコアなお話出ましたね。はい、YouTube チャンネルすいませんけど、よかったら登録をお願いいたします。まだ今ね50名切ってるぐらいしか、はい、すいません。あ、それとまた思い出した、はい、思い出した、アジアン、はい、アジアンリポーターズっていうサイトがあるんです。アジアンリポーターズ、はい、アジアンリポーターズ、はい、ちょっと待っててください、ね、脱北者の方と、はい、日本人の方が、脱北者が日本に住んでる女性の方で、朝鮮総連とめっちゃ裁判して戦ってる方、そのアジアンリポーターズのサイトに、平壌に毎年行って講演をさせられている、金正恩賛美の講演をさせられているっていうソルマジ講演っていう動画が出てるんですけど、これを拡散するのを朝鮮総連、北朝鮮はとっても嫌がるの でこれを、主張すると左派も、何も言えなくなるんですよ。だって朝鮮学校の子どもたちが人権侵害を受けてるんですよ。危険な北朝鮮に無理やり連れて行かれてっていう、これで、朝鮮総連の、正当性を、大丈夫ですか、きちんとおかしいっていうことが言えるので、このアジアンリポーターズさんっていうのも皆さん見てほしいなと思います。はい、さっきさん終わってないよ。はい、大丈夫ですか野村先生、何か落ちました、なんかね、すいません、申し訳ないです。私ね、電波一番いいとこにいるし、ちゃんと全部立ってるんですけど、大丈夫ですかね、全く動かないわって。あ、そうなんですか。なんかね、裏で KSM ワールドさんっていう保守的な動画をたくさん上げていらっしゃってる方が同時配信をしてくださってるようで、このツイキャスの、はい、どうなんでしょうね、すいません、もし聞けなかった方必ず YouTube アップしますのでよろしくお願いします。はい、アジアリポーターズの、北朝鮮に、はい、行ってキム王朝賛美のですね、もうほんと小さな男の子とかがですね、泣きながらですね訴えてるんですね、将軍様みたいな感じでね。おつるさん聞こえますか、おつるさん、私の声、あれ聞こえないのかな、もう気持ち悪いです、動画今見てたのね、はい、もう気持ち悪くてかわいそうで、ね、すごいですよね、本当に、はい、聞こえます、もうタイムラグが、洗脳の世界ですね、はい、タイムラグが、あ、そっか、タイムラグが、なるほど、すいません、もうそうですね、まだまだお話終わらないので、よかったらまた出演していただいてもよろしいですか。野村先生のお話ももっともっと聞きたかったんですが、はい、すいません、よかったら時々、はい、こうやって有益な情報を出していただけると、本当に今の皆さんも、はい、知識になるし、はい、いろいろ周りに伝えることもできるので、はい、ありがたいですね。見たことあるでしょう、本当にね、まだね小学校2年生とかぐらいの男の子ですよ、本当小さな男の子が、女の子もなんですが、将軍様のために生きていきますみたいに泣かれてですね、泣かれてというか泣いて子供が訴えるんですよね。でそれが朝鮮学校日本から行ってると、その動画をこう拡散することは日本の左派も本当に嫌がることだと、もう嫌がるでしょうね、もちろんね、子供の意思でやってるのではないのですから、もう本当にすいません、もう11時50分になりましたので、すいません、
そろそろ締めに入りたいと思います。ちょっと来週の告知だけさせていただきます。はい、来週あの KSM ワールドさんっていう方が、はい、あの星の方たくさんご存知だと思います。何万人もあの YouTube チャンネル登録されている方です。はい、KSM ワールドさんがあの拉致問題このキャスの方で配信者としてあの語ってくださいます。はい、あのぜひたくさんの方ツイキャス聞きに来てください。で、よかったらですね、仲良しのフォロワーさんとかあの Facebook とか拡散していただけると本当にありがたいです。もうあのキャスだけではいけないんですけども、できるだけ、はい、視聴してくださる方を増やしていこうという意気込みでいきたいと思います。この1月から、はい、本気で頑張っていきたいと思います。必ずなるべく、あ、練習キャスはですね、どうでしょう、まだ聞いてませんが、するならまたツイッターとかフェイスブックで私とあの月光さんで出していきたいと思います。はい、来週の告知はそれぐらいです。はい、野村先生とあの鶴さんにあの最後のお言葉をいただいて終わりたいと思います。はい、それではあのすいません、今日初登板していただきました野村先生からよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。あのとにかく、いや本当にありがとうございました。1月20日まず、近々ではおそらくそこでの解散とで、総選挙が2月だろうという感じを受けますので、それがないと当分その解散する理由がなくなるので、おそらくそのあたりかと思っています。はい、で、一番選挙分かりやすいのは公明党が街宣車を回し出すと大体選挙です。あの与党の中で、はい、連合の中であの連立の中で一番分かりやすい動きをしてくれるんです。で、公明党が昨日も実は街宣車回してましたから、間違いなく選挙は近々あるっていうことだと思いますのでね。なるほど、じゃあもうあれですね、分かりやすいってことですね。す公明党を見れば分かりやすい、公明党を見れば分かる、うん、選挙があるかないかよと。なるほど、うん、だから、はい、皆さんが選択してもらうのはこの可能性高いですね。はい、可能性、はい、1月20日の可能性です。だからあの、うん、解散 で2月の選挙です。だから そこで皆さんがしなければいけないのは、中央に直接ものを言うのもいいんだけれど、パンクをしてしまうので、中央がパンクするので、選挙の時に自分たちがどの先生を要は候補者を選ぶかということで、しっかり拉致についての問いかけをしてほしいということです。はい、私からもうこれだけですね、うんうんうん、とりあえず。はい、はい、はい、分かりました。あとはあれですね、皆さんあの選挙に行かれてないお友達知人、必ず選挙にあの引っ張っていってください。というか、はい、今もうあの期日前投票もですね、区役所8時ぐらいまで空いてるんですよね。うん、いや本当にあの駐車場も空いてるし、5時過ぎたら行きやすいですよ。区役所、市役所、あの期日前投票でいいと思います。どんどんあの選挙投票率上げていきましょう。うん、はい、よろしくお願いします。ではおつるさんお願いします。ありがとうございました。はい、あ、本当にありがとうございました。はい、おつるさん聞こえてる。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。で、皆さんに本当に感謝しています。で、長年、本当に長年、救う会、家族会、特定失踪者調査会、問題調査会の方々、たくさんの方々が続けてこられた、新しくこのツイキャスがツイッターとともに始まって、参加させていただいて本当に感謝しています。今日も100人以上の方が来てくださってるのかな。デモで一生懸命告知をして、協賛を募ってしても100人を集めるのっていうのは大変なんですよね。その中であのこうやって100人の方が連帯して同じ気持ちで一つになって拉致問題のためにってあの動かれる、これはあの日本の中で100人の全国の100人の方がこうやって集まって思いを一つにするっていうことが
本当に力強い活動になっていくと思いますので、はい、皆さんこれからも一緒に頑張ってまいりましょう。はい、すみません、野村先生、コラボを終わられているんですが、すみません、野村先生もおつるさんも皆さんを代表して私が本当に遅くまで重要な貴重なお話たくさん本当にありがとうございました。コメント皆さんの見ていただけたら分かっていただけると思いますが、本当に皆さん一生懸命お話力になったようです。はい、いろんなヒント、いろんな知識たくさんいただきました。ありがとうございます。本当によかったらですね、いつもこういうツイキャスのことも告知もしていただく、応援もしていただく方たくさんいらっしゃいます。本当に参加していただけることが本当に力になってます。本当にいつもありがとうございます。もう心から感謝してます。で、来週もこうやってツイキャス毎週日曜日夜の22時から続けていきますので、はい、たくさんの方にいろんな情報を共有して心一つに頑張っていける力にしたいと思ってます。ぜひ応援してください。よろしくお願いいたします。はい、それではおつるさん、おやすみなさい。かわいい、はい、ありがとうございました。では皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。